4980だしまあ、これが私たちサポーターの答えだー。そうだー。ところで4980って何？知らずに言ってたのかー。とりあえず乗っかっといた。まあいい。この数字は私たちサポーターの答えだ。今回は奴を厳しく追求していく。だしまあ、お前が招いた結果やぞ。4980は E1 選手権香港戦でのものだ。観客数だ。桁一つ間違えてない？いや、ただし、この試合は鹿島スタジアムで行われ、いわゆる地方開催だった。交通の便当、集客しづらい要素があったにしてもあまりにも悲しい人数だよな。もしかして人数制限で5000人以下とかにしてたのかも。確かに制限はしていた。ほら、最大で4万人収容できるスタジアムは、声出し応援エリア設置のため、収容率は 50% 以下に制限された。50% 以下というには人数絞りすぎじゃないですかね。霊夢、このゴミを読んで見苦しいぞ。今の代表が不人気すぎるんだ。いやー、知ってた。まあ、知ってるわよ。でもここまでとは、実際に数字が出るとなかなかショックだよな。でもさ、不人気とは一言で言うけど主にどんな原因があったのかな？これも様々な要因があるけど、大きな要因だけ見ていこう。田島はー、おい、高評価と、チャンネル登録して反省しろ。もうしてる。え？毎回動画見て高評価してる。え、田島お前。勘違いしないでよね。俺がしないと誰もやらないからしてるだけなんだからね。心配とか全然してないんだからね。あまりにも過去を遡るととんでもない時間になるので、最近のことに絞ってみていく。まず、これがものすごく大きい要因でスター選手不在。でも久保とかいるじゃない。スポーツにしても何にしても、一番多いのはライト層。ここをいかに取り込むかが重要になる。このライト層は単純、わかりやすい。そこから入ってくる。例えばイケメン選手が多い、個性的な選手がいる。なんかよくわからないけどプレイが華やか。ライト層が求めるのはそういったわかりやすさだ。確かに今の日本代表って何がどうすごいのかわからないし、特徴がわかりづらい。過去の日本代表だと中田や中村、小野とか本田、香川などとにかくわかりやすかった。このスター選手不在はあまりにも痛すぎる。今回は割愛するが、これが個人的に一番だと思う。J リーグが根付いていない。信じられないスピードで成長したんだけどね。ここまではライト層だったが、ここからはコア層も含まれる。森保監督と JFA。JFA は日本サッカー協会ね。単純につまらない。しかも弱い。つまらない上に弱かったら誰も見ないわよね。この結果どうなったか。ライト層だけじゃなく、コア層も離れた。先ほどの4980人。日本代表はライト層が大半だが、その中でもスタジアムに行くのはある程度コアなサポーターだ。これだけ異常な減り方だと、両方減ったって見るのが妥当ね。そして私たちのようなコア層を裏切る行為があった。このタイミングだが、それでも言わせてくれ。森保監督の続投、アジアカップは決勝で大敗。オリンピックは宣言したメダル取れず、アジア予選ではアジアカップから改善されない戦術問題で敗退危機。そこで解任を求めたけど、続投したのよね。危機感がなさすぎた。これはワールドカップに出るかどうかだけの問題じゃなかった。サッカー人気が没落するかどうかの瀬戸際だった。だから危機感を感じた私たちは訴えたんだ。このままでは日本サッカーが終わる。だから解任してくれと。で、解任しなかった結果が、代表不人気による地上波放送なし。わかりきっていたことだった。ワールドカップ出場決定は地上波で見れず、その瞬間を見た子供たちがサッカー選手を目指すのに、失ったものが大きすぎる。今はまだいい。日本代表の地上波放送完全撤退がすぐそこまで来てる。結論として、ハリルホジッチから続く解任劇の責任逃れのために森保監督を切らなかった。JFA 田島会長の罪は重い。日本サッカーを終わらせたんだ。自分の保身のために、個人的にアジア最終予選の段階で手遅れだった。遅くともオリンピックでメダルを取れなかったタイミングで切るべきだった。マリサが冒頭で答えだ。そう言ってた意味がわかったわ。私たちの答えは田島会長に届くかしら？届かない。だからこんなことになってる。でも言い続けるしかない。やっぱりサッカー好きだからな。結論それよね。皆さんは今回の4980人を見てどう思いましたか？コメント欄で教えてください。日本代表では暗い話題ばかりだけど、日本代表選手はみんないいチームに移籍できてるのが救いね。私自身、代表の興味が薄れ、クラブばかり気になってきてる。だから最後に言ってやろう。田島あお前も、戦えよう。右上のお知らせからはおすすめ再生リスト、サブチャンネルに行けるようになってます。右側がおすすめ動画、左が新着動画になるので、ゆっくりしていってね。
やっぱりゆっくりしていってねがしっくりくるな。そうね。戦うようとゆっくりしていってねは悩みどころ。戦うようでいいだろ。そうね。戦うよう。